はいどうも皆さんこんにちは、ピュアキングです。今日は久しぶりに 1% 以下のコースをやっていきたいと思います。でこの人気ランキングの62番にあったコースなんだけど、クリア率が 0.71%、 空の冒険スカイアドベンチャーディフィカルト、結構難しいのでクリアできたらかなりすごいです。頑張ってください。それじゃあね、早速やっていきましょう。空の冒険めっちゃ楽しそうだな。名前が楽しいもんね、空の冒険って。さてどうしよう、これはどうすればいいんだろう。回転ジャンプかな、上がるか。あ、ダメっぽいな。なんか普通に踏んでみるか、上取り出すのか。あ、なるほど、そういうことか。あー、分かった分かった分かった。ここジャンプしたら亀の甲羅が出るんだ。そしてクリボー持ってるから、あはは、1個詐欺じゃん、1個詐欺じゃん。よし、オッケーオッケーオッケー、いける。あははっ、ゲッソーの手に当たって死んじゃったよ。1個ね、ブラックパックでフェイントがあるから、ここ気をつけなきゃいけないね。でこれコインがね、もしかしたら目印になってるっぽい。オッケーで、ジャンプ、オッケー、いいね。でジャンプ、ジャンプ、オッケー。コインがね結構目印になってるから優しい。そしてこのままジャンプか、いいね。でえ、何今の。あ、もう一回ジャンプしなきゃいけないの。それじゃあやり直しといきますか。ジャンプでピー持って、ジャンプね、ピー持ってじゃないや。でここ回転ジャンプか、オッケー、いいね。なんか最近鬼畜コースしたから結構なんか簡単に覚えるな。オッケー、ジャンプ、そしてこれは踏んでいいのかな。オッケー、いいね。でジャンプ、ジャンプ、オッケー、ここもジャンプして、ここもよし、いいね、いけた。そしてこれは、これは、これどうするんだろう、踏むのかな、踏んで土管に入るみたいな。あんまりね難しくはないな、このステージで。踏んで OK、 次中間ポイントあるかな。そしてこれはどうしようか。なるほど、わかった。まずイカを踏んで、次にねメットを踏んで、メットを持つんだ。そして上にゴー。あ、待って、ここもかそこもか。メットがいるところは全部メットを持っていきましょうっていうことか。メットを持って上、オッケー。でここもメットを持って投げる。そしてここもメットを持って投げる。よし、ここは回転ジャンプっぽいな。あ、そっちはダメよ、そっちはダメよ多分このコース、まあここのね場面がクリアしたらゴールできると思うんだけど、そんなにね難しくないこのコース。多分 1% 以下の中でも結構簡単な方だと思う。ちょっとね上手い人だったらすぐできるはず。俺みたいにねこんなたくさん死ぬわけでもなく、すぐできるはず。あっこういう風にね、で回転ジャンプ、 OK。でここもね結構難しいんだよな。 OK、 あっ、この30コインを取っていこう。あはは、取っていくつもりが。でここも出る。あー、待って待って、結構ギリギリに出てくるんだな、クリボン。しかし久しぶりだな 1% 以下のコースするのも。みんなでバトルが俺結構多いから、普通のコースするのはね結構久しぶりなんだよね。やっぱこういうね世界のコースの 1% 以下をするのもうほんと楽しいわ。オッケー、でジャンプ、でここもジャンプ、これはよし、でジャンプ、でここも上で、ここもジャンプして、踏む踏む踏む、よし、いいね。そしてこれはこうか。あは、危ない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 、あはやったギリギリ。え、 P は、待って、 P がないんだけど、なんで。あ、オッケーオッケーオッケー、よかったー。でゴール。待って、めっちゃ合ってんだけど、ほう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 って。いやー、とっても楽しかったこのコース。程よく難しい感じで、うん、めっちゃ面白かった。はい、それじゃあね次はこのコース行きましょう。105番にあったデモニックブートデザート、ちょっと英語で書いてるから読み方合ってるかわかんないけど、カナダの人か、バフーレン、
バフレンさんっぽい。あ、待って、キョウスク？うわ、初めてやん、キョウスクとか。いや、初めてじゃねえか。今まで何回もやってきたか。え？なんこれ？どういうこと？まず、こうするでしょ。で、ジャンプして、あ、この靴を手に入れればいいの。で、ジャンプか。そして、なるほど、わかった。羽の生えたパタメットに乗っていけってか。早めに行かないといけんな、じゃあ。そして、ジャンプして、あははは、届かない、届かないよ。よし、俺のね、チョッパヤ見してやるぜ、チョッパヤを。よし、このままジャンプして、よし、で、こう、オッケー、いいね。そして、このままジャンプ、あこのまま靴を脱ぎ捨てて、で、ジャンプか。危ない。え、今当たった？絶対当たってないと思うんだけど。判定おかしくない？ちょっと任天堂さん、ちょっともうちょっと判定緩くしてくれない？今のブラックパックの判定は結構ひどいと思うんだけど。そしてこれはまた靴を踏めばいいのか。で、あ、こっちか今度。そしてどうするんだろう。あ、待って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 、あはは、次上ね。道が分かんないんだよね、道が分かんないんだよね、結構複雑で。そしてこのまま左行って、で、あー、よし、それじゃやっていきましょう。クリボ踏んで靴を取って、このトゲのパタメットに乗ってパウのところまで行く。そしてここもクリボを踏んで靴か。で、青ブロックに乗っていって、ここね、右注意ね、青リフトにしっかり乗って OK。 中間ポイント欲しいな、ここで OK。 そして次は、あ、ここ、今度上の教室か。マジか。ここ靴ばっかだな。で、個人的にさっきの 0.7% よりこっちの 0.97% のステージの方が難しいんだけど。こっちの方が多分難しいよね、見る限り。よし、で、ジャンプして OK。 そしてここに登れるようになると、で、上に行くのか。そして、よし、で、オンオフして左に行くと、で、クリボーを倒してまたオンオフね。難しいなこれ。いや、意外とね、この靴履いたらね、ジャンプがね、やりにくいんだよね。ぴょんぴょん跳ねるから、見て、ほら、今みたいな感じ。こう、跳ねてる時に A ボタン押してもジャンプにならないから、ジャンプのタイミングが難しくなるんだよね。で、上のオンオフを踏んで、踏んでじゃね、叩いて。よし。で、ジャンプ。で、次は、この四角の中にブロックが隠されてるから、オンオフをして、次左にすぐ行こう。で、こうして、左上にジャンプ。OK。そしたら次は右のクリボか。そしてどうすればいい、あ、このオンオフね。オッケー。そして踏んで踏んで、間に合うかな。オッケー、よし。で、中間ポイント、危な。一応初見殺しっぽくはないね、今の。意外と優しい。ちょっと待って、早い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 から、ちょっと待ってくれよ。オッケー。そしてこのまんまジャンプで、またクリボーね、クリボー、お、動くんだ。トゲメットよ。ここも踏んで、次どうするんだ、こうか、これでいいのか。よし、で、ジャンプ。あ、待って、もなるほど、一回あのブラックパックを足場にしないといけないのか。ま、あそこまで行けばもうゴールはね、近いと思うんだよね。こっちの方がやっぱり断然難しいな、最初したコースより。よし、で、ジャンプ。で、クリボーが履いてる靴を奪って、よし、で、ジャンプ。あ、待って、危ない。これは間に合うかな、これ間に合うかな。そしてこのままこうか、脱ぎ捨てて、遅い。よし、で、クリボー、待ってくれ、ジャンプ。オッケー。そして右、嘘嘘、そこいるの、あなた、ブラックパックンいるの。最後の最後に案内してくるか。もう最後の最後かまだ分かんないけど、もう多分最後でいいと思うんだよね。よし、それじゃあね、ちょっと話は変わるんだけど、
近いうちなんか新作のねゲームをしたいと思うんだよね。ちょっと何にしようかね、ちょっとまだ分かってないし、まだ決まってないんだけど、何にしようかなって。ポケモンをねやってくれってね言ってくれてる方がね結構多いから、確かにねポケモンやろうかなって思ったんだけど、ちょっと今更感あるけど大丈夫かな。そう、このブラックパックン危ない。よし、でこのままゴール、よし、ナイス一気アップ。そのままねゴールしてもよかったんだけど、やっぱてっぺん取りたいよね。はい、それじゃあ今日は2つコースをクリアしたところで終わりたいと思います。1つ目のコースと2つ目のコースは、1つ目の方がクリア率はね低かったけど、1つ目の方が簡単に感じました。で2つ目の方がやっぱりね全然難しく感じましたね。まあ人それぞれね得意不得意あるから、こっちの方が難しいとかあっちの方が簡単とか言えないんだけど、僕はこの2番目のステージの方が難しく感じました。それじゃあぜひ気になった方はやってみてください。それじゃあまたね。